ということでね、今日はね、ベイじゃありません、ね、今日は、はい、あの我々のチームがね、うん、あの開発している、はい、ギガストリームっていうね、素晴らしいこのラジコンがありますんで、それね、面白いの紹介していきたいと思います。じゃあ早速ね、これ中見ていきますか。じゃあ行きましょう。おいはい、おい、これがね、ギガストリームなんですけどね、これですね、見てください、この小ささ、これ手のひらサイズでね、めちゃくちゃちっちゃいですよ、これ、はいはい、でも家の中でもね、なんか小さいから、確かにね、狭いスペースでもできる、はいはい、すごいちっちゃい、でもあと軽い、めっちゃ軽い、こんなんで走るのかなってぐらい軽い、これ、ね、ちなみに、この小さくて軽いんだけど、はいはい、なんと、ラジコン史上最速クラスの25キロが、25キロもうバイクぐらいもうね、出ちゃう出ちゃう、原付ぐらい出てる。じゃちょっとやってみよう。コントローラーもこのね、このあのプロポでこうやって回すタイプのペアリング切ってデジタルプロポ、デジタルね、はいはい、ということでここのそうそうそう押し込んだ分だけ速くなるし、そうでこういう精密な操作もなんとまだ小さいのに可能であるというね、相当最新鋭のテクノロジーを積んだラジコン、それがギガストリームになってます。ちょっとスピードをちょっと見てみましょう。時速25キロのスピードいきますよ。まさかこのサイズですよ。3、2、1、ギガストリーム。うわー、速い。めっちゃ速い。もうね、もはやカメラで映らないレベルのスピードが今映ってないじゃない。多分ね、あのもはやもう何もない状態、見えなくなるぐらい速い。そうなのに、うわ、デジタルコントロールこうやってね、遅いコントロールとか、なるほどね、とかもこの押し具合でスピードもコントロールできると。そうで、このように、まあ、スピードもそうなんだけど、うん、なんとね、この細かい操作性も同時にできるっていう、うん、本当にこれね、高性能ラジコンになってます。すげえ、専用のジャンプ台がね、あーこのね、セットの中に専用のね、ジャンプ台入ってるよね。じゃあこれをね、使ってね、ほうほうほう、すげえアクロバティックなジャンプできるんで、ちょっとやってみますね。3、2、1、ギガストリーム。おーい、しかもこのね、上についてるロールウィングによって、はいはいはい、こんな感じであのジャンプ後にひっくり返っちゃっても自動的にお、ね、戻ってくれるんで、すごい遊びやすいんだよね。そうだから、いちいちなんかこうひっくり返っちゃったら取りに行かなくていいっていうね、はい、じゃあね、今日はね、はいはい、この家にあるものも使って確かにいろいろね、使えるんだ。そう、今日ね、バケツとか、まあ、テーブルだったりとか、まあ、でもジャンプ台、ね、そう、ジャンプ台をね、いろいろ組み合わせてこういうコース作ってみました。コースを作ったわけですね。そうだけど今から村木と、はいはい、ここで一回飛んで、うわ、着地して、で飛んで、はいはい、バケツに入って、さらにここからね、あのアクロバティックに飛んで、先にできた方が、まあ、勝ちと、まあ、勝ちということで、ね、いうことで、ちょっとレースみたいな、アクロバットレースみたいなのやりたい。やりましょう。じゃあ自分は赤を使います、ね。俺はね、青だね。じゃあ3、2、1、ギガストリーム、いくぜ。おーし、いいのこっからちょっといける、おいしょ、おーしょ、よしよしよし、おい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 、おい、あはは、い、なんだよ、この切り返して、お、もうそこはもう簡単にね、おい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 、来たぞ、これチャンス来たぞ、チャンス来たぞ、いけ、わーっと、フチそしてここからですよ、皆さん、来た、ことでさらに面白くなるんで、ジャンプ台もあクリアファイル、確かにね、家にいろんなものコース作ったりとか、で友達とか家族とね、競争したりとかね、今みたいにやるとめっちゃ面白いからね、ぜひやってみてください。くださいいや、ということで ね、アクロバティックラジコンギガストリーム、これどうでした改めて。いや、これね、ほんとこの小ささ、うん、で、ね、ものすごい操作性がいいのに、うん、速いしね、そう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 、そしてもうジャンプもできて、めっちゃすごい、そしてアクロバットのね、そう、動きもサイズで超本格的だね。あ、これはね、超おすすめですよ。おすすめです。え、これはどうしたら手に入るんですか。これ、 これはね、皆さんもうすでに発売中でございます。皆さん全国のお持ち寄り場にてチェックしてください。はい、あとね、これね、いろんなこうジャンプとかね、コースとか、うん、アクロバティックとかね、いろいろね、挑戦してる動画が他にも公開されてるんで、もうアップされてるんだね、されてるんでね、いろいろ探してみてチャレンジしてみてください。お願いします、皆さん。ということで、ギガストリームの紹介でした。バイバイ。